アテナ、夢か、それともうつつ。やはりついにこの時が来たか。いっそわしの思い過ごしであってくれと思っていたが。前人未到の秘境、そこにはアテナが邪悪を封じ込めた巨大な塔がそびえ立っている。今243年の時を経て、大いなるアテナの封印が破られる時が来た。新たなる聖戦の始まりを告げる不気味な名堂。邪悪なる冥王ハーデス率いる108の魔聖が闇の底から蘇る時が来たのだ。アテナの封印から自由となった冥王ハーデスは、地上支配を阻むアテナの抹殺を狙う。しかしサンクチュアリの守りは固い。そこでハーデスは死の眠りについていた教皇シオンをはじめとするアテナの戦士たちに卑劣な取引を持ちかけた。もしアテナの首を取ってくれば、死の世界より解き放ち永遠の命を約束すると。教皇シオンは来るべき聖戦でアテナがハーデスと互角に戦うためにはアテナのクロスが不可欠と判断。ハーデスを欺き、その卑劣な誘いに乗ったふりをする。アテナのクロスとはサンクチュアリにそびえるアテナ像のことであり、その命と輝きを復活させるためにはアテナ自身の血が必要だった。そしてその事実を知るのは教皇であるシオンだけであった。彼らは逆賊のそしりを受けることを覚悟でサンクチュアリへ戻ってきた。ハーデスを欺き、味方であるアテナの戦意等も欺きながら、アテナにアテナのクロスの秘密を伝えるために。かつて最強のゴールドセイントと呼ばれたカプリコーンのシュラ、アクエリアスのカミュー、そしてジェミニのサガ。赤色冥界派、触れるものすべてを噛み砕く黒バラ、ティラニアンローズ、スターライトエクスティンクション。何？壮絶な戦いが繰り広げられる中、サガ、カミュー、シュラの3人は白葉球、金牛球、掃除球、巨海球、獅子球を超えていった。レートホール食らえ、真空の衝撃、スカーレットニードル食らえ、ギャラクシオン、エクセプロージョン、天魔コーク、ライトニングプラズマ。第2巻剥奪。うわ
第三巻剥奪。諸女級において釈迦の最大奥義天部法輪に五巻のうち四巻まで立たれた佐賀、神宇、修羅は、大いなる古の時代アテナによって禁じられたゴールドセインと究極の影の東方アテナエクスクラメーションの発動を決意、それをもって釈迦を討つ覚悟を決めるのであった。釈迦よ、今からお前の望み通りくれてやる。アテナエクスクラメーションを。これは佐賀、神宇、修羅、彼らよみがえりしゴールドセイントたちの慟哭の物語である。Cool.